皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の高校入試と内申点についてのお話をします。静岡県の高校入試対策として最も意識しておいてほしいもの、これ内申点対策なんですよ。なぜ内申点の対策が大切かというと2つあります。1つ目ですね、公立高校の入試で内申点の低い人が当日の学力検査、5科目のテストありますよね。このテストの結果だけで高校に合格するというのは実は難しいんです。まあできないわけじゃないんですよね。できないわけじゃないんだけれど、内申点の低い人がテストの点だけで合格するっていうのはめちゃくちゃ難しいです。それから2つ目です。県内の私立高校のほとんどが内申点を入試の合否判定の基準にしていると、ね、うちの学校は内申点このくらいの人が受けてほしいというふうに、私立高校それぞれ内申点の基準を持っている。だから内申点が足りていない人は最悪受験できないしね、もう受ける前から不合格が決まっていると、こういうことがあるんですね。ですから静岡県では入試内申点がとても大切だから、この中学3年生になったら内申点を意識した勉強、これをする必要があります。ただただ悪いことばかりではありません。で、静岡県の高校入試で使われる内申点ですね、これは中学3年の時のもの、これだけなんですよ。中学1年生2年生の内申点成績は入試には関係しないと、こういうことです。だから中学3年生になってから、中学1年生2年生怠けちゃったけど3年生になったなったから頑張って内申点を上げて希望する高校に合格することができると、こういう可能性があるわけですよね。中学3年生になって今までのことを反省して頑張って内申点を上げると、それで希望する学校に合格できると、こういうところが静岡県の入試のいいところですよね。ですから中学3年生になる皆さん、ぜひもう内申点を意識した勉強、これをして高校受験に備えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。